今回紹介するのはこちら、トミカ車缶です。まさかこういうのも買うようになるとは思いませんでした。ただトミカコレクションとしてはこれも揃えておきたい一品ですね。トミカのブリキのおもちゃと考えるとかなりいいですね。ではまず全体を見てみましょう。スポーツカーのようだけどかなり車体が高いですね。タイヤがちゃんとトミカしてますね。ただこの細さには笑ってしまいました。なぜかベンツみたいなマークになってます。どっちかっていうと Y ですね。ここは T じゃないのか。こういうところも全部印刷です。スピードマックス V8、 スピードマックストミカ V8 ハイオクタンガソリン、ハイオク使うんですね。トミカ、トミカ。裏はこんな感じです。クッキーが入ってますね。チョコチップクッキー1袋入り。タカラトミーアーツ、4月に購入しましたが賞味期限がちょっと短いですね。では中を開けてみましょう。かなりシールでがっつり貼られてます。食品が入っているのでかなり封がきつめでした。では開けます。こんな感じになってるのね。ちゃんとトミカのパッケージに入ってます。では開けてみます。なるほど、こういうクッキーですね。こういうクッキーが 1,2,3,4,5,6,7 枚入ってます。ちょっと食べてみます。うん、チョコの味が感じられてグーです。この中に何か入れるのもいいですね。ちなみにトミカ入れてみます。トミカを入れるとガチャガチャうるさいです。ハンカチとかを入れるのがいいと思います。蓋は結構がっしり閉まります。で、お菓子を除けばこれで飾ってもよし、遊んでもよしな状態になりますね。ちょっと走らせてみましょう。走りはまあ悪いですけど、まあ普通に車輪が動いていいですね。というわけで、トミカ車缶の紹介でした。どうもご視聴ありがとうございました。